はい、こんにちは、僕くんゲームでございます。今回はね、ウィリアプリー動画の方をやっていきましょう。今回はですね、サムライブルーサッカー日本代表のね、ある2選手を使って試合の方をやっていきたいと思います。まず1選手目がこちら、浅野選手、ジャガー浅野選手ですね。この選手、やはりスピードと瞬発力がありね、プレースタイル、ラインブレーカーということで、相手の背後をね、まあ、一瞬で狙いに行くと、瞬発力の部分ね、そこを生かしていきたい。まず1選手目、浅野選手。そして2選手目がこちら、まあ、新生日本代表ね、10番を背負う中島選手ですね。やはりワクワクするようなプレーね、現実世界の方でもね、毎試合してくれるので、まあ、ゲームの中でも、しっかりそこを表現していきたいです。今回 OMF での起用で、まあ、浅野選手へのね、スルーパスのところだったり、自分で仕掛ける部分のドリブルだったりを中島選手ではやっていきたいです。で、理想体としてはね、中島選手から浅野選手へのね、スルーパスで点を決めるっていうね、そこをちょっと目指してね、頑張っていこうかなと。いうことでね、早速、浅野選手&中島選手を使って試合の方をやっていきたいと思います。どうぞ。さあ、ということでね、浅野選手&中島選手を使っていきたいと思います。この2選手をね、まあ、スタメンに組んで、他の選手はね、まあ、自分が普段使っている選手とかで固めてます。女子は、やばくねなんか。ちょっと、こんなことあんの？ちょっと待ってくれよ。浅野選手と中島選手、まさかの全不調という。で、結構、先場陣もなかなかやばかったですね、今。ということで、このメンバーでいきましょう。お相手がデシャン監督で、4-1-2-3の形だね。よろしくお願いします。まさかの全不調。コンディションがちょっと今回悪いですね。まあでも仕方ない。まあこれは気合でねじ伏せていくしかないんで、気合でカバー。そう、風をね、気合で直すみたいな感じですね。本田圭佑ボッツさん、よろしくお願いします。行きましょう。さあ、出身は地球です。よろしくお願いします。まあ、中島選手のね、中島選手と浅野選手の調子が悪いんで、まあ、その他の選手とかで、ね、うまくカバーしていけたらいいね。ただ中島選手はね、すごいボール散らせたり、自分で仕掛ける力もあるんでね。さあ、浅野選手寄せよ。ジャガープレス。いやー、ジャガープレス決まんなかった。うまい。うまいですね。そこで上がりを待つとか。いや、うまっ。まずい。いやー、ナイスキー。危ねえ。やられてたな、今。もう少し、ね、手前のところでコンカー打たれてたら終わってましたね。いやー、攻撃うまいな。風見ろ。さあ、中島選手。ナイスパス。これね、今仕掛けましょうか。軽く。さあ、浅野選手来た。マンジュキッチとのちょっとコンビで。いやー、ナイス抜け出し。おいしょ。これあー、いねえか。惜しい惜しい。ちょっとディフェンダーいたから厳しかったか。でも OKOK。ラインブレーカーのとこ1個見せれましたね。そう、ああいった形でね、中島選手から、お、ある。ポグバ頑張れ。うわ、無理か。で、今回はね、あえてレベル1です。それなぜかというとね、レベル1って、まあ、どこまでね、相手の、まあ、黒玉選手たちに通用するのかといったところで。あー、オフサイドか。そう、だからここからまたね、中島&浅野の挑戦みたいな感じでね、世界の相手とどう戦うのかね。まあ、挑戦日記みたいな感じでね、やっていこうかなと。あえてレベル1です。さあ、ここはネイマル入れます。うわー、ボヌッチ読んでんのか。うまいね。落ち着いてますね。大丈夫。大丈夫。うわー、伸びちゃう。伸びたしちゃうか。伸び伸びた。伸びたはね、昼寝するときね、3秒ぐらいで寝れるっていう特技を持ってるという。さあ、これちょっとカウンターあるんじゃない？これ。OK、開いた。いやー、無理かー。ちょっと狙いすぎてるな。狙いすぎた感があったね、今。悪くはないんだけどね。惜しいとこまで行ってる。
いや無理か。ナイス。いや狭いとこつないでくるね。さあここで中島選手で一回収めて、よし、ナイボ。浅野選手来た。浅野選手パス。ポグバ、え、なんだそれ。マンジュキッチのシュートチェイン。中島くんか。いやー無理か。中島くんか。中島選手のコンカが決まりかけたけど、そこですよ。ナイス、カズミの神。さあこれ来ましたよ。中島選手の上がりを待って OK、 これ決めよう。うわー入んないか。くわー惜しいなー。あと一歩ですね。まあ、でも中島選手、浅野選手ゴール前までしっかり持っていけてるんでね、あとはもう点決めるだけといったところ。しっかり点を決めれれば勝てるぞ。いやうまいね。いや危ねえ、ムヒタリアンか。なかなか意表をつくシュート打たれましたね。これはマンジュに蹴りましょう。さあこれを勝ってるよな。 OK、 浅野選手空いてたな。ちょっと中島選手でここはうまく時間を作って中、うわー、でも関係性はいいですね。あそこ縦でうまく浅野&中ジーマーでね取れる。いいですね。来た。あえてちょっと時間を作る。中島、中島来たー。10番、日本の10番、新生10番が浅野選手のワンツーで決めてくれた。 OK、 よしよしよし、いいぞいいぞ。うわ浅野選手そのカットやべえ、なんちゅうカット。さあこれ来た。いや浅野選手がなんか無敵状態になってる。浅野選手浅野選手がなんか無敵状態になった。ジャガー、ジャガー浅野の無敵状態入りましたね。なんか途中で今どんなボールももう獲得するよと。いやうまい、出ろ。よし危ない。さあこれはまあ選手を交代したいけどまだいいかな。中島選手いいポジション取ってんだよな。いいねいいね。マンジケチニア、オッケー。いやーこれはいい、これはいいですよ。浅野選手、中島選手のところで、さあ、選手交代ですね。あ、ギブアップか。いいですね。来た。あえてちょっと時間を作る。中島、中島来た。うわ、浅野選手、そのカットやべえ。なんちゅうカット。さあ、これ来た。いや、浅野選手がなんか無敵状態になってる。浅野選手はい、ということでね、浅野選手、中島選手ね、使って試合の方を勝つことできました。いや、すごくね、2選手がこう、うまくね、関係性持ってできたし、まあ、中島選手のね、ドリブルのところだったり、1個溜め作ってかわすところって、ワンツーでね、あとシュートのところ、浅野選手がね、途中無双状態とか入りましたけどね。いや、すごく楽しかったです。で、またね、今回はあえてね、レベル1での挑戦で、まあ、ここからですね、またレベルを上げてってですね、まあ、今度ね、また戦う時とかも、もう少しね、チームに順応したりもしますし、プラスですね、相手のディフェンダーとかも変わってくるのでね、まあ、そこ相手にどうできるのかもやっていきたいです。はい、ということでね、まあ、これからの日本代表のね、ところも注目しながらね、自分も見ていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。もしですね、まだチャンネル登録してない方いたら、左の僕くんの顔マークの方からよろしくお願いします。右側におすすめ動画載せるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さんまた会いましょう。さよなら、バイバイ。